はい、じゃあそれでは高田真美ギルティーギアギザードレベレーター美加藤の展開して武道会、A リーグ、第3回戦小石の VS 投げファーストを始めていきたいと思いますが、それぞれコメントの方をいただきたいと思います。まずは小石さんの方にコメントをもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、小石です。弟さん見てる？弟さん来てる？来てるよね。弟に誓って投げさんを消毒します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと恐ろしいあの連携が見られるのかなというところですが、さあ投げさんはですね、ちょっと仕事の関係で連戦続きとなってしまいました。この試合が一応リーグ戦としては最後の試合となります。意気込みの方よろしくお願いいたします。はい、投げです。今日最後の試合で、今2敗しちゃってるんで、なんとか全敗を阻止したいなと思います。あとは小市さんはもう覚えてないかもしれませんが、 AC の時に頑張ったプレイヤーの一人として挙げてもらって、まあ、すごい嬉しかったんで、まあ、覚えてますか？ありがとうございます、はい、あのずっと続けて、まあ、こうなりましたっていうのを全力でぶつけたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではですね、スタートボタンはですね、インターバルを取ったの投げさんということで、小市さんが準備を、完了いたしましたら、手を挙げて教えてください。それで始めていきたいと思います。ちょっと録画の関係もありますのでよろしくお願いします。あ、もう OK らしいですね。早い、ちょっとお待ちくださいね。こっちが間に合わない。はい、では、準備ができたそうですので、スタートボタンを押して始めてください。本日2試合目、ミカド展開し武道会 A リーグ第3回戦、投げファースト対小石の始めていきたいと思います。 1P 側小石の 2P 側投げファースト、小石さんは選手間投票と、まず投票で1位を獲得しての出場となっております。本日が初試合、対しまして投げさんはすでに2戦を終えておりまして、この試合が最後となっておりまして、現在先ほど言ったように2敗となってしまっておりますが、本日の、試合結果次第ではまだまだ2位3位の道は残されております。頑張ってください利用者。それでは行きましょう。いきなりランクアップマッチ、さあ触ってマイピーからちょっとこの組み合わせ、このドリルですね、このドリルかなりこう井の川が厳しいという印象なんですけども、それに対してどうやって先出して対抗を決めていくかというところなんですが、これは痛い、爆弾も入って装填鼻からのロマンキャンセル NS、 爆弾は当たりませんでしたが一気にピオ出していきます。さあここで前に出ますが、ドリルがヒット、ドリルですね、このドリルどうするか注目していきたいですね。やっぱね、はい、を投げて 2K2S ドリル 2P2 ハイスラー、ここでハンマー前に1個のアイテムの強さでも知られております。投げファースト大木からジャンプ S バースト使っていますね。バースの打ちどころもかなりうまいということなので、皆さんもこの試合においてね、どこでバースを使えばいいかなっていうところも覚えておくといいかもしれません。ジャンディー、ここで重ねて全力に行きますが、ローマンキャンセル、さあ僕に出して 2P が置いてあります。素晴らしい最初の試合は投げファーストが勝利。やべえ、ちょっと喋れんな。ギルティーギーエクサ、なぜじゃなくて言葉がね、変な言葉選びになっちゃうな。さあそれでは参りましょう。2試合目、こうやって見れば大丈夫かな。違う、喉は全然大丈夫なのでね。さあ行きたいと思います。2試合目です。もうこれはね、ここから閉店時間さえ過ぎなければ、時間を本当に有効に使っていただいて構いませんので、自分の気持ちの整理がつき次第始めちゃってくださいな。
いきましょう。まずは1試合目、先制していくのは投げファースト、ジャンケイからインハイスラー、前ピーを潰していく。そしてバーストを読んでいった。これはかなり珍しい、バーストを透かしてしまう投げさんのバーストのミスの瞬間ですね。なかなか見られません。空中ダッシュからジャンハイ、キネス、マイビー、ハイスラッシュ、空中ダッシュ、縦ケミカルからハイジャンプ、落ちてしまいますが、ここであの 2K からのダウン者は空中投げ仕込んであります。それを知ってしっかり誰も取らなかったんですが、それでもオフ攻めは続きますという連携ですね。ブリッツを取っていく、イエスが伸びた下当たっている。ドリルが強い、この体力差をなんとか生かして殺しきりたいところですけども、なかなか厳しい。なんという100トン連打、これ危ない。着地前ハイスラヒット、キングスタジオからバースト対策して金エースに合わせていく。ここは金バーストで返す狂言が見えたが、ここは引きね、ロマンキャンセルからタッチ系まで、タッチ系にハイスラ一本。選手は投げファーストは固い、投げさんはそうですね、かなりファジーガード、ファジージャンプ関連が非常にうまく、このイノという中下卓を迫ってくるキャラクターに対して進化を発揮してるんじゃないかなと思いますね。ゴーイングマイウェイから、これはガーフになります。どちら装填爆破弾が当たってしまった。マイピーから空中ダッシュ落として、奥攻めはどちら、まずは限界安全に攻めていく。ブリッツがあるので、そのブリッツに対しても勝てます。最低でもガードさせて攻められるということで限界を選択。どちら、ドリルが怖い、ジャンハイスラー、これはつなげていったが、伸びてきていたのはマイピーか。諦めずにボタンを連動しておりました。ナイファーストガン、2本選手です。はダメだよ。行き過ぎが難しいな。もう閉店すぎなければ大丈夫です。時間は好きに使ってください。もう2人のためのステージでございます。ラウンドの振り返りはこうやって2人が冷静な時にペラペラ喋ってしまうとちょっとまずいかなって感じで、試合中なら、試合前とかならいいかなと思うんですけど、試合前はちょっとやめた方がいいかなと思ってます。今のあでこうでって言って、もし違ってもプレイヤーに対してなんか悪いですし、あ、そうやそうなのかって俺が情報を与えてしまうのはあれかなと思うんで、うん、まあそういう時はここでマイクをスピーカー流さないようにして喋るってのはありかなと思うんですけど、ちょっと塞がっちゃってるんで今日は楽させてくださいまあなんとなく喋りたいこと、はいはい、あることはあるんですけども、さあ3試合目です。さて投げさんはもう2試合終えて負けてしまってると言いました。この大会の予選リーグはですね、得失点形式となっておりますので、負けずに勝利することができれば2位3位返り咲くことが全然できる状況となっております。ここは前 P で打っていきます。ドリルが厳しいですね。これをどうするか、ジャンプ P やタッチ P 早く先出しなので返す場面は何度か見たことがあるのですが、ここは連続でタクを通していきます。投げファースト、
2系から前 P シャンピーが当たらずジャンケードリル愛を使って遠距離戦。今回の音符そしてケミカルはですね飛んでる時カウンター判定なんですね。なんで結構相打ち上等の演出とかもらってしまいますと犬だけこのカウンターヒットダウンを取られてしまうこういう状況ですね。これがきついんですよね。特にその演出がすごい長いんでね。さあバックステップ返していくドリル前ピーすげえ返してチャンピオンで触ったぞ。素晴らしい拾い直してここで取り返すのは小石のガイドから着地に下段を刺してジャンピーですから縦ケミカルハイジャンプからのコンボ画面端つついてつついて落としてブリッジを取ってガードをしますがケミカルここはいけるか画面端落としてうわ見えねえジャンピーフォルキャン。そしてバースト待ってバーストと一緒に飛び上がるがゲージを 50% 入って相手の 100% を溜まってしまう。ドリルが強い足割りからローイング一気にいくかこちらも返していくがどちら上から来た。ここは音符をやり過ごすことに成功いたしましたが2敗すらに割っていくがここをキルキャンセルに間に合って追いかけるがジャンピーで追い返す。さあ前ジャンプいい判断。さあやはりここで優勝的このガンガン走ってる間感性すくまでゲージもガリガリ溜まります。これはケミカルホバーはオリールの影響を受けません。画面足一旦引いて空中足戻りますがすかさずバックして投げで返して体力がどちらが回復するかホバーなんで拾いませんよね。ここは拾って拾わなく前に出ますが 2K ヒット体力がここで逆転するかといったところハイスラのキル返せる状況確認素晴らしかったが立ち K まで投げ3が上回りました。ここで 3-0。ファッションには疎いのですが露出オーバーレベルが高い。さあスタートボタンは小一さんが押すのですが本日はもうラストの試合ですのでうまいグエン時間を使っていってください。どうなんのかなこれ。こっからやっぱ返しないといけませんからね。さあスタートボタンが押されました。4試合目となります。あれどこ行った あったさあここでランクアップマッチからランクダウンマッチが点灯。4試合目小一チーム対ナミファースト。さあ開幕ドリルちょっとこの高さをねハイジャンプで出したりノーマルジャンプ中空で出してみたりと相手に引っ掛かりを出してきました。ここは助け体育耐久潰してゲージ 50% 使用いたしましたが大ダメージを奪っています。ケミカル両者同時に浮き上がりました。ジャンプハイスラー先出しすることによって耐久潰しますがブリッツを効果的に使っていきます。このブリッツ対策かなり井の川めんどくさいでしょうね。
ジャンプですが先出しが機能している。前ピーから空中ダッシュ、縦ケミカルからハイジャンプで落としてめくりたく見えません。流れるような置き攻めで一本戦車は小石野。さあここでレレレがヒット、中段からの足払い、軽量級ですので足払いから装填が入ります。守備を使って画面端コンボ、うまいセーフ。本当に先ほどは 2K をバックステップで返していますが、マンビー投げ正面、画面端に返してからの置き攻め 2K 立ち合いすら、うわーっと消毒でいった。ガーッ、もう一度これは画面端ダブルメソッドダブルメソッドがということで、必殺技が外れた時のような声が 1B 側から聞こえてきますが、まだ試合中でございます。画面足シャンディガーガード硬い。 2K マイピー先端ですが届いて、縦ケミカルからもう一度エリアルコンボで落としてゲージを 50% 取った状態。リードキャンセルがこれは見えない。縦ケミカルもう一度 PS でここは置き攻めをしっかり成功させていきました。小石野がここで粘りは3対1。ごめんなさい、白衣の方がお好みだったかしら。 そうですね、ちょっとだけ心配な点といえば、昨日大会中にその小石さんがストリートファイター5配信を開始しましたっていうのがずっと出てたんで、大丈夫かな実は少しだけ心配してたんですけども、ここでなんとか盛り返していきますさあ3対1、5試合目となります。ドリルが強い。これバーストは空振り、レレレが刺さって立ち切りから足払い、飛び道具と足払い通常攻撃がヒットすると、まあ、飛び道具のねロックバックがかなりなくなります、ほぼなくなりますので、今ほど離れませんでしたね。少しシステム的なところにも触れつつ、ジャンプドリルキックの空中ダッシュ、これは FC になってます。攻撃レベルが高い技をガードさせた後に空中ダッシュで、ね、相手が立ちモーションでガードした状態で空中ダッシュなので中段を繰り出しますと FC になります。おっとゴーイング、ロマンキャンセルが 2K 詰め出す。ドリルめつかしめったですね、展開が早い。さあマイピー、ここはマイピー投げ仕込みに対してマイピーで打ち勝ってきました。さあそして投げて、そして置き攻めを受け入れるしかありません。ダッシュ投げから位置を入れ替えます。画面端を背負わせるのは大丈夫。うわすげえ、すごいバウンドしたね今ね。捉えて落として置き攻めは前 P 返して、置き攻めはドリル、ドリルもう一度ドリル、ここはやり過ごして立ち上から爆弾が危ない。空対空、ここはガードからジャンプ K、 消毒がついに決まったといったところで、ドリルが強限過ごして、ドリルあのメスの先端部分には判定ないみたいですけど、やっぱりこの落ちてくるんで、ね、強いですよね。迫ってきますから、ここでバーソー飛んで愛を投げつけて機動力でやっとした。ブラックホールベッドアングルが見えていたが、マイピーと同じ判定か、上に当たらない。すごいことになっている。逃げたいがこれはやはりピヨってしまった。ここは落とさずそのまま立ち切りからエリアル4対1、再び3点リード。投げファースト、ファッションには疎いのですが露出が過ぎる。オーバー、やっぱたくさんアイテム投げますからね、投げさんは。
Guilty Gear Exile。社長の絶叫が聞こえるんでちょっとね。お父さん、プリオさん呼んでますよ。今こそ酸味が強いさあ、今までに見たことは助手先のイノレンジャーが集まってまいりましたね。そうですね、あのブロリー対なんか孫家族みたいな感じになってますけども、ペダルを踏むタイミングを合わせるんだということで、さあ行きます。井戸使いにとってファーストは敵。恐ろしい。先ほどまでは実は 2P 側の方にいました、投げさんの後ろにいましたトゥーリオさんと弟さんですが、現在 1P 側の後ろに控えております。さあ第6試合、ここはダストアップ回避、ジャンディーカウンターヒット、これはそう、エンエスから前ジャンプ、前 P が置いてあります。あーいやらしい、ここでゲージを 25% 払って相手に 50% 消費させましたね。これバーソー、なんかすげえ声聞こえますね、ジャンピジャンピジャンハイからドリル、冷たいがこのドリルが厳しい、そして足払いホバーにこのドリル刺さります。立ち合いすらジャンピーケミカルから、強肩は当たりませんが縦ケミカル、ジャンディガードが硬いが立ち系の上から乗っていく、こいつの一本選手攻めが止まりませんね。立ち系や、まあ、本当に通常技をして、うわ硬っ、ガード硬いんですけどもね、すごい試合だ。さあ音符をグリグリ動かしていく、さあそして投げ暴れ潰り、縦ケミカルから画面端、狂言が変な取り方してバスト潜って投げて音符重ね、ここはダストアウト、キールキャンセルができませんでしたが、勝ったのは小石の4対2。さあこれが井の会議の結果というところなんでしょうか。え、小石さんツイッターできついって書いてるんですか、試合中に。何か違うことをすることによってね、ちょっと緊張を抑えられたりとかありますからね。俺も野球やってたからネクストバッターズサークル、いつもトイレ行きたいな、トイレ行きたいなと思ったんですけども、ちょっと目をそぐることでね、そういうのなくなったりしました、緊張が。やっぱこの長年やってるだけあって、この時間の使い方が自由でいいですよね。なかなかできないことだと思います。まあけど許されるなんかでね、何かをやるっていうのは本当に大事ですからね。もう やべどうしようボタン押そうみたいなではないですから、スタタイトル画面からこの画面に来るまでは1分以内であれば問題はありませんので。さあ再びランク。の試合みたいな雰囲気も出ておりますが、さあ行きましょう、7試合目再びのランクアップマッチ。さあこのいつも通りが小石さんの強さでしょう。
多分これマイク入ってます。なんだなんだ、逆完成ケミカルみたいになってましたが、しっかり野田さず笑えていきました。キンバースト、ローマンキャンセル、 2K からコカ飛んでいる、ダスキルキャンセルが投げていく、バックステップに刺さってハンマー避けて消毒、すごくなって画面端投げを決めてゲージを保った。ダルゲミカルからジャンディハイスラッシュ、相打ち上海 2K 前にフォルトで距離を離して再び前に出ましたが、ハイスラヒットフェイス、ケミカルヒット、あーとっこ壁端ジャニーフォルトミス前に出るハンマーか、まずいまずい、ケミカルは当たらない、あーと着地素晴らしい、しっかり見ている、これ地味に奥になるか下にいか、うわ見えてる、上半身目線マイピーで返していきますが、ここは重なっていない投げ返し、マイピー投げ仕込みと通常の投げ返しをしっかり使い分けてきました。投げファースト画面し通り入れてバックスを潰す、ゲージありませんかね、しかしうまい空対空から拾って縦ケミカル、どうなる、落として通したが、あとバースト投げていく、素晴らしい、乗っている最初ラウンド、これが今のいいところですよね。ケミカル縦ケミカル出し切って、さあ押し込まれどうか、アーフこの間に走ってゲージを回収していったか、ジャンハイ 2K マイピーからジャンハイ音符ダストで抜けるない、画面出しジャンディ乗っていく、ハイスラッシュ縦ケミカル、ニエスケミカルからの消毒からの暴れ潰し、ジャンディ攻めが止まりません、しかししのいに行く、投げファースト着地ゲダーを通してゴーイングマイウェイ、さあニエスがここはケミカルを取れたか、メーテオが来る、ジャンハイからドクヒット、これまずい、バーストを使ってドク解除、さあここは攻めに来た、ジャンハイから狂言タチピー拾ってどうなる、アオバスをジャンピー K 返してどっちだ、追いかけた下にいるマイピーハンマー追いかける、距離を取ってさあドリルが刺さって残るか、残っているドット爆弾100トン、うまいドリキャンで回避、さあ地上はナイスバッティング、あーとここはエンエスガードさせたところに空中ガード不能のエンエスをさしていきました、ナギファーストが勝利、露出が過ぎる服装7試合目ということで、女性の健康によくありませんよ、さあ5対2、7試合目、まあ、今年の横浜アリーナのスローガンを凡事設定ということで、ナイスバッティングでした。これは現在インターバルでよろしいですか？そうじゃない？グラブルをインターバル中にグラブルをする選手ですね、やばいですね。正直インターバルは俺にとってもありがたい状況をまとめて言葉を選んで、さあ行きましょう、いやーしかしどの試合も面白いな。さあ現在7試合を終えまして5対2、8試合目となります。
person. Get into it.あ、ごめんなさい、変わってなかった。6対2だ。え、合ってる、合ってるよね。あ、ごめんなさい、ニコ生の方だけ間違えました。え、違う、反映されてなかっただけです、ごめんなさい。5対2です、合ってます。たまに反応しないですね、失礼いたしました。やっぱこのダメ足ドリルですよね。このドリルどうするか、受け身は取りません。やはり試合前のコメントで、あーと持っていった、おいしい。これは爆弾指導なのでかなり痛い。落としていきます。どちら大木から着手ゲナ通してからの大木キールキャンセル、ロマンキャンセル、前へジャンプ、ハイスラッシュからもう一度ハイスラッシュ。一方の選手は小石野、消毒をしますということでね、かなり受け身には気を使っている印象です。この選手のコメントから読み合いが始まったんですよ。さあチームファーストも到着しますが、ここはコンボできずフォローになりそうか。すごい速さだ、ジャンピー K からドリル、ドリル、ゴーイングからドリルに対する憎しみが漏れておりますが、画面端バチ系からもう一度さあ、バチ系コバを蹴っ飛ばしていく、うまいですね、本当に。ハイスラ、狂言から 2K です、ドリル、タチピ、前ハイスラ、装填、ゴーイング、危ない、これはトム回避、狂言、タチ系が怖いが、リターンを取るには勇気を出さないと、何か技を振りはいけません。ピョンとボヨンと声が聞こえましたが、体力回復、ハンマーカウンターヒット、着地に確定、クビゴーイング、ロマンキャンセル、装填、イシャコプター、6対2。ファッションには疎いのですが、前速さが痛いですね。あれ、お試合数いってなかったよ。現在8試合を終えて6対2、次が9試合目となります。まあ、足し算すれば出ます、今の試合数はね。あれ大丈夫だよ、そうだよ、あ、10先はまあ大体こんなもんだろう。そうなんだよね、やっぱそういうこの10先の経験ないから、結構みんな早くポンポンポンと試合が進んでいくんですけども、それがその、 試合の速さにつながっていたっていうのはあるんですけども、まあ今日は何もイベントありませんし、自由にやってください。うん、まあ、このゲーム長くやってますけど、それ以上に長くやってますからね、皆さんは。さあ、それでは参りましょう、9試合目、6対2、4点リードは投げファースト、直線などが投げて画面端、マイピーからジャンハイ、ここで音符が多段かなり伸びております。空中ダッシュコンボでここはチビをやり過ごしましたが、バーストからドリルが刺さっていく、とりあえずドリルって感じですね。ジャンディからハイスラッシュ、狂言、タッチピーからハイジャンプ、エリアル落としていきます。さあ、今キールキャンセルを使ってブリッツを俺が死んでしまった、大変失礼いたしました。あ、何も見えてません、何も見えてません。
ブリッツのタイミングをずらしたんですけど、それに対してしっかりブリッツ返していきましたね。素晴らしい。さあ中段ガート飛びたくない、飛ぶった音符出したのカウンター。おおおはようございます。さあしかし流れていく TBS ハイスラッシュからこいつさんの感情が耳に入ってきます。突っ込めと、多分周りに突っ込めと言われたんですが、突っ込んだ瞬間にハンバーが出てきてもう実況いらないですねこれさあちょっと今までない雰囲気の助手先が続いておりましたが、タイムが取られていく。冷静です、投げファースト。さあここを打ち上げてゲージも回収、愛を投げて、おいいる、オープンでああここは口上げ、逃げてデッドアングル、奥攻めはキルキャンセル。なるほど、ああうまいですね本当に、投げがかかって硬すぎる。前ハイスラー大木捉えて2ハイスラーまで7対2。ファッションには疎いのですが露出が過ぎる服装でオーバー。次が10試合目、投げさんはグランブルファンタジー本日から、イベントらしいですね。マグナーに今半額ということで、うむ、まあ、場の雰囲気を自分のね、いつもの雰囲気にするっていうのは大事ですからね。いつも通りで動ければベストですから。 CV クジラはちょっときついですね。音瀬さんがなんか超可愛いキャラになってますからね。まあ緊張感ももちろんあるわけですが、選手なりのね対象ですよね。あれ？さあ9試合を終えて7対2、そしてこれが10試合目となります。さあそれでは行きましょう。10試合目タイムバックステをタイムが捉えますが、すぐサマー返していきます。カーフェからタイムガード、ここはちょっとドリルを意識して先出しジャンピーでしたが、何もしていなかった場合ちょっときついですね。オーベンゴーイング距離を掘ったが2点ですから、ここはジャンニー・ホルキャンバーストで吹っ飛ばして、チームは空中で切れていますがハンマーがヒット、いやー甘いぞ、2杯送電届かず、しかし空中、おっとブリッツ。さあ 2P、 ここはこう黄色キャンセルから直線ガード、通常投げで返していきます。空中投げ、裏から投げていきますが YP 投げ仕込み、これをどう止めていく、ゲージがないとどうしても安全に攻められない。PKSP から着手 2K を通して空中ダッシュ、ケミカルから画面端落として置き攻め、キールキャンセル、触って投げ返し画面端チョコレート、そして装填乗って、ここは YP 発生前に 2K がヒット。さあ体力は回復してしまいますが、ここでケミカル割り込んでいく、
さあ中央タチケカウンターヒットハイスラッシュまで、ドリルがホバーを止めてハイジャンプでしっかり仕込んでおります。素晴らしいジャンプハイジャンプまで決めて10試合目を終えて8対2投げファーストが大量リードです。やっぱね先出しのジャンピーなんな辛そうね。よっと、Guilty of Gear. Who dares to enter the mayhem? No. さあ、11試合目となります。10試合を終えて8対2現在4連勝中投げファースト。そうですね、さあそして再び5連敗してしまいますとランクダウンマッチが点灯してしまう、4連敗するとランクダウンマッチが点灯してしまうんですね。さあ行きましょう、11試合目。あ今キバソこれによりジャンディフォルギャンできるんですけども、ここはキールキャンセルのモーションだけ出てできず 25% 消費。まあ IP の仕込みが通ります。これに加えてまだバースも残っていますからちょっと厳しいですね。上から抑え込んで2コンボで画面端 2K3 段目ガサネアイエンゲス炎からのジャンプエース、うまい。じゃタチピーから拾って落としていく、音符ガードさせたいがじゃドリキャンの空中制御もあります。バックステキールキャンセルからのジャンプゲー返して 2K2S ケミカルからバーストをオフィス目させません。落ちた前から来た、ダイナドケミカルをバックステレッドリル潰しましたが空中判定装填か、しかしうまーく落としてきましたがドリルから 2P 物を投げてタイム増やして逃げず、しっかり音符をかわしつつ画面端に追い込みます。ケミカルから縦切り当たらない、リハイスラ装填から画面端空いてますと、そこまでよくありませんがドリルがケミカルを捉える、ジャンケー無敵が乗っているか、落として落ちた、めくりに対してダストアタックキールキャンセル対応画面端、さあ触った、ここで縦ケミカル遠距離からオフィスに押しかける場面が多く、かなりちょっと厳しい展開。最後ここで拾っていく、コバしかないのにそこまで効かないんですよね。これは溜めていなかった、取れて画面端にバースト読んでいく、そしてダウンバーストしっかり確認から攻めに行きますが空中投げでバックステ捉えてからのキールキャンセルはさせません。ダストアタックを前投げ、2P を潜って大木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 、ナイスバッティング、画面端か中央か落として装填ゴーイング、これを爆弾は当たってないの、これは前当たってますね。垂直ジャンプからジャンプ D ハンマー空中スピー KS から 2S 2ハイスラ首ゴーイング、画面端中段ドリキャン9対2でマッチポイント。ファッションには疎いのですが、オーバー、Guilty of Gear. Exile. Who dares to enter the main? あ、爆弾ね。ちょっと分かんなかったね。一瞬すぎて。さあマッチポイントをこのまま制することができれば勝ち点だけで言えば
プラス8点が入ります。現在2勝してしまっている投げさんですが、この大量得点差は大きいんです。さあ小一さんもここで食らいついていきたい。本当にこの得失点差が本当に大事なので、もう最後まで気を抜かずに攻めてくるでしょう。投げファーストをさあ止めることができるか。12試合目さあ確かにイエスが刺さってハイスラまで最低でも痛いダメージを入れていく。空対空ハイスラッシュまで着地に、ここでジャンプ台、ここは当てていく。なんとかして何かガードさせていきたい。音符ガードさせたい。ヒットジャンピー空対空からケミカル落として置き攻めに行きますが、やはりマイピーがあるんで密着したくないですよね。デッドアングル返します。前に出ましたが、ここはヒットバーソー記録するドリルですぐさま押さえつけて、ここは体力リードされる前にバーソー、あー、いい打ちでダウンゲット。 2K からハイスラッシュ強限、位置が入れ替わりました。前ハイスラー画面出し耐えれるか。ジャンプ S からジャンプ D まで、最後ヒット大木、さっきも見たが前ハイ信じていく。もうやってこないだろうというところですが、ここで強気のタグ画面出し追い込み、ケミカルから音符を飛ばして、こうどこに当たった、すげえ判定がでかい。しかし愛がヒット、大木からマイピー、大木マイピーで返します。冷静です投げファースト。しかし 2K から対策強限、タシピー足払いから乗りそうだ、当たらない。田口戻ってきたがマイピーから冷静に対空ダメージ、ここはしのぎたいがタシケ足払いから装填物投げで 2S の持続がヒット。愛を投げつけ、アップねー、当たっちゃった。さあリーチ、大木はドリルに負けてしまう。バースト確定、当てていく。さあここで触りに行く、大木から一旦引いてドリルは今度はハイジャンプから出していく。逃げてからドリル、さあ奥攻め、ガード硬いがここで中段で崩していく。 B からの縦ケミカル触って、いや、ここで吉井抜け中段、これバスト一旦引いていく。どちら上、しっかり空中フォルトレス、フォルトレスディフェンス、空中ガード不能です。足場に対して強限ドリルで返していく、できましたが、ここは投げを抜ける。 HP 回復、2ハイスラーカウンターヒット、しっかり見ている。一気に弾い、ここで相打ち状況が美味しい。どうなる、ニエス足払いから紫ロマンギャンセル、エンゲスから画面端奥音符、しっかり潜っていきますがマイピー見えている。大一の粘ります。ごめんなさい、白衣の方がお好み。オーバー、ギルティーギー、Who dares to enter the mayさあ、フーリオさんのアドバイスが入ってますね。さあ現在12試合を終えて9対3、こちらが13試合目となりますが、投げさんのファーストが9対3とマッチポイントとなっております。リーチをかけた試合でしたが、先ほどは小石さんが粘りを見せ、最後はしっかり画面を見たマイピーで潰していきましたが、さあどうなるでしょうか。13試合
多分ドリルについての井の会議だと思うんですよね。ドリルに対してどうやったら何が勝てるかみたいな。No one lives forever. Arena. さあ週3試合目10勝目上げることができるか。投げファースト対コイシーノ。これは緊急Heaven or Hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock. さあ、ハギテンジャー。キンバーソン。何か引っ掛けたい。ここは、対空潰し。ロマンキャンセル、美味しい。が、すごい当たりが出ました。どちら奥攻め。通していく。ケミカル、一気に大ダメージ、9割。デンジャーを制していった、コイチーノ。しかし、デッドアングル、こっからの粘りが、定評がありますが、ここは前ハイ。消し込み前杯と長谷川さんですね。さあ一本選手小石の忘れていてはデンジャータイム。マイピーブーメランはとがめていく。体力半分オンプット。そして再びオンプを打ってきますが愛を使って回避。どっちだ着地ゲラン様子見。最後からケミカル手は出しません。 2K2 ですから画面端カピー大木はドリル踏んでいく。ガウチョウ前ハイスラーノーマルヒット今日フルヒットかもしれません。前ハイスラーちょっと前ハイスラーがまずいかさあどうなっているんだ。上限から投げていく。さあ集中力が切れてないことだけを願いたいですが、むしろ集中しているか。しっかり画面端相打ちからしっかり見てますね。ドリルからメテオがくる。ロマンキャンセルから再び下段足払い装填ゴーイング。大木黄色キャンセルでドリルをガード触ってで前ピン伸びてきて、これはハイスラッシュまで。最後に前ピン投げ仕込み打っていきました。10対3で投げ3のファーストが勝利となりますので、おめでとうございます。それではですね、両者またコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。露出が過ぎる服装は倫理面だけではなく女性の健康によくありませんよ。あ、またアダム渡してあげて。じゃあ私はイラストの方皆様の方に、画面に映したいと思います。今日はヨハネさんとトモさんが描いていただきました。次にしようかな。最初はあ合ってないん。あれ違え。あれどうした。こちら。じゃあ一言コメントをいただきたいと思います。あ、じゃあ先にじゃあ本日全日程をとりあえず終えた投げさんに一言もらおうかなと思います。はい、投げです。あ、勝ててよかったいや本当にちょっと試合の合間にグランブルファンタジーやってたのはですね、長期戦になるといつも疲れちゃってたのであんまり考えすぎないようにしようと思ってやってました。はい、一応理由はありましたが、まだとりあえずなんとか一緒できたんで、この後どうなるかは他の皆さんの試合次第なので、まあ、あとはただ待ちたいと思います。ありがとうございました。はい、全予選日程を終えました投げさんでした。ありがとうございます。それでは、小石さんあと2試合残っておりますが、コメントをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと待ってね。ちょっと仕事帰りで寝不足待って前ハイが見えないっていうねファウスト戦で一番やっちゃいけないことやってたんですけど、最後なんとか立てたんで食らったけど、まあ、成長が見えてちょっと出先のやり方分かったかな。次は負けないと思うんで応援してください。お願いします。はい、ありがとうございます。今回はですねイラストをですねトモさんとヨハネさんがそれぞれ描いていただきました。ありがとうございます。せっかくなんで一言ずつめっちゃかっこいいイラストなんでコメントいただけたらなと思います。めっちゃかっこいいね。これツイッターの方にもありますんでね、ぜひ皆さん見てください。これがトモさんの絵ですね。
で、こちらが間違えました、ヨハネさんの書いていただいた絵となります。ありがとうございます。本当にもういつもいつもありがとうございます。イラストをいただくのがとても好きなので、いや、やっててよかったなと思います。本当、ありがとうございます。忙しそうなんでやめときますか。はい、というわけで本日の、大会でしたが、これにて終了となります。2試合やってどうなるかなと思ったんですけども、なんとか11時には終わることができました。この日がまあめっちゃきついだろうなってことだったんですけど、ちょっと訳ありまして28日がめちゃめちゃやばそうな決勝大会、キツキツのスケジュールになりそうな気がするんですけども、選手の皆様、決勝に出た際はご協力よろしくお願いいたします。というわけで本日の、助手席これにて終了となります。お疲れ様でした。今から動画上げるんで間に合うか分かんないけど、ぜひ皆さん見てください。お疲れ様でした。また明日はですね、20日って誰だっけ。20日なかったよな。いや、あったような気がすんな。ちょっと待って、待って台本20日あったような、ないよな。明日はお休みです。展開志武道会お休みです。展開志武道会お休みですけど、初中級者大会と固定スリオンスリー大会があります。皆さん来てください。お疲れ様でした。